いやチェンマイの街中来ましたけどどうですか、マサヤくん。いやもうなんかゴミゴミしてないから、うん、バンコクよりは全然。確かにチェンマイの方がのんびりしてるからね。みんな人も優しそうだし、うん、なんかなんだろう、奈良とか雰囲気似てるのかな、ちょっと。おい、おい、パス。これちょっと気になったここ、うん、いいね、いいね。これちょっと洋服屋さん、パンツ売ってるかな、俺パンツ欲しい。こんにちは。100バーツ、なんだっけ、チェンマイ T シャツだっけ。パンツないね。Yes, yes, yes. チャラオじゃないよ。でもこういうチャラオ、あー、いっぱいタイの T シャツ全部100バーツ。次の店行きまーす。あんまりいいシャツなかったかな。コブカップ、ありがとうございます。バイバイ。チャラオチャラオ、タイのチャラオね。バイバイ、またね。バイバイ。自分でチャラオチャラオ言うてました、あいつら。タイのチャラオらしい。うわ、フットマッサージ、1時間200バーツ。ほぐされてー足、トゥルトゥルのやつ。そこ入ったとこに、あ、あるイタリアンがあって、ね、それをすごい昨日昼食べて美味しかったです。あ、なんか多分洋食系、はいはいはい、なんか見たら割とイタリアンもそうだし、洋食系のやつは割と多いみたいで、また多分外人が多いんでしょ。すごくいいチェンマイ情報ありがとうございます。全然ありがとうございます、助かります。僕そういうの出てこねえから。あ、その中にマーケットがあるの。マーケットがあるはず。お、ターペーモンってとこの中にあるマーケットに向かいます。行っちゃう、あぶねえ。この辺あれだ、俺ソンクランで水かけ祭りしたとこだ。これがターペーモン、ターペーモン、ターペーモン、ハット。多分、あ、俺ちょっとこの雰囲気好きかも、この裏感。四角形にこうなってて、こここう道路が走ってる。そう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 、お堀というか、うん、なんかその水をかけられてた、ソンクランの時。川の、うん、あれやばいよ、絶対やるんだけど、あれは絶対汚いよ。ちょっとなんか臭かったもん。水をあれみんな入れてきてるわけですけど、うん、あれどうやってるんですか、持ってきてる家から。俺らは家から持ってきて、だってもうすぐなくなるでしょ、あんな水なんか。なんかかけてたら。そうだから俺ら最後打ってなかったんよ、うん、で俺一番面白かったのはあのトンが、うん、あの霧吹きで、あれやばいよ。こうやって、うん、そこぐらいにいるね、そこの方に、いやいやいや言うてずっとやつ。いやでも本当ヨーロッパの人多いな、うん、日本人は全然いない。あ、行ってみる、うん、ちょっとおしゃれな店発見。子供たちのたまり場っすね。お、また T シャツいっぱい。いくらだろうこれは。あ、それじゃあほらカミングス、ちょっと欲しい。シックスパック、うん、待ってるよ、シックスパックが。あ、これかわいいな、似合いそう。これパイナポータオライか、180、シチュア250。いやまあ多分言ったら下がる絶対。まあでもあんましっくりきてないでしょ、うん、シックスパックだけでしょ一番気になったの。普通におしゃれでね、きつつよく見たらおもろいみたいな。雑貨もかわいいな。あいて、チェンマイおしゃれな店多い、すごく。うまくて号泣ラーメン、うまくて号泣ラーメン。日本にもあるのかなこれ、チェーン店。いやないでしょ、うまくて号泣ラーメン。59バーツ。
ディナータイム。イエスイエスイエス。イタリアン。レディーゴー。俺ね、なんかどういうどこでそうなったのかわかんないんだけど、なんかピザってすごい楽しくて、なんかわかる。なんていうの、特別な日はピザ食べたいみたいな。なんかピザパーっていうのもそうですし、ピザってすごいよね。今日ピザ食べよう。誰かと会うとピザ食おうになるんだよ最近。とりあえず飲み物。ワンコーク、バナナ、フレッシュ、バナナ、とりあえずマルゲリータ、マルゲリータ、マルゲリータ、そう、マルゲリータ、絶対まあ間違いないから、マルゲリータ、間違いない、チューズ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 、優しい。私帰ります。寂しい。昨日試合見に来てくれて、で今日まず見てもらったら分かるんですけど、喋らせてマクドナルド喋らせてよ。マクドナルド喋らせてよ。何もう寂しい話なし。なしね。そう、タイにあるマクドナルドは何が違うって。あいつがソーディーカップしてる。ソーディーカップしてる。ソーディーカップしてるやん。ドナルドってこんなに顔エグかった？うん、あ、めっちゃ強くない顔。目力半端。アツシみたいな目してる。見て。アツシみたいな目してる。サムネを撮ってくれ。はい。空港見送りですよ。こんななんかずっとちょけてますけど。空港見送りに来たのにね。見送りのお話させてくんないわ。いいけど。つるつるやもん。うん。やるな、いや、ちょっと痛めてるんだから無理しないで。いいよ。最後に負傷して帰りたかった。いいよの。いや、あえてやっていこう、そういうの、いろいろ。寂しい。もうあと、でも10あれ、だってなそこでなんかいろいろあるんじゃないの。国内線だから、でも荷物だけ。とりあえず1回バンコク、バンコク1回バンコク行って、そこから経由で帰るの。経由。いや寂しいです、僕は。楽しすぎたんで、昨日の夜とか、昨日の夜チェンマイでアツとヒカルと集まったのもあるし、今日はタイガーキングダム。誰に？めっちゃ見られてるって俺。あ、めっちゃ見るから海外の人って。基本的に。ジャパニーズコメディアン。めっちゃ見るから。ジャパニーズフットボールコメディアン。それ新しいジャンルできた。ジャパニーズフットボールコメディアン YouTuber、うん、いやー寂しいなー、本当に寂しいよ。いやー、いやー寂しいですね。寂しいよ。いや、まずだから一日一日を頑張って。頑張ります。いやいや、僕たちも頑張っていって、またここに来れるように。そうだね。そう、休みをもらうためには金を稼がないと。仕事して。本当に本当に来てくれてありがとう。マジでマジでありがとう。とんでもない。マジでありがとう。うん、ってな感じで。はい、本当に来てくれてありがとうございました。そうですね。お別れの言葉、一言もらいます。はい、じゃあ普通に。はい、皆さん YouTube 登録お待ちしております。よろしくお願いします。すごく面白い YouTube やってるんで。ただただ YouTube が面白くて、ハードルが今2メーターぐらいになった。やっぱりこの応援しに来て、このチェンマイという土地を感じることができて本当に良かったと思ってます。アツシ君もまた会いに来たいんで、まあぜひお願いします。日程が分かりにくいんで。そうですね、もう日程、もしこれを見て応援に来ていただけるっていう人がいれば、SNS で DM、YouTube でコメントを何でもください。すぐに返信します。タオパイパイ。
でしょ。逆だったらこっち向きでやったらバイバイ。まあまあとりあえずそんな感じで、日本から応援に来てくれたマサヤと、試合遊んで、そう今日お見送り以上そんな感じで動画いいなと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ハロー優勝。それではまたありがとうございます。いや、また本当にありがとうございました。チャオチャオチャオグラチェチャオグラチェアミゴチャオチャオグラチェアミゴ。はい、ということでマサヤが、昨日試合に見に来てくれて、今日はチェンマイ観光行ってきました。本当にこうやって応援してもらえるのはすごい嬉しくて、パワーもらいましたし、まだまだこれからも頑張ってまた応援に来てもらえるようにやっていきます。今回も最後まで見ていただきありがとうございます。それではまた。